思い出の罪プラレビュー集。バンダイ、超電磁ロボ、コンバトラー V。カスタムシリーズ、バトルクラッシャー。時は1976年。テレビ漫画、超電磁ロボ、コンバトラー V が始まる。5機のバトルマシンが合体して巨大ロボットになる演出は、当時のガキンチョを虜にし、テレビと同様に、5機のバトルマシンが合体可能なコピーの超合金は、戦争のアイテムとして存在した。しかし、言うまでもなく高価で、買ってもらえないが緊張も多数存在し、そのことがトラウマとなるものも少なくなかったという。超電磁ロボ、コンバトラー V とは、1976年から1977年にかけて、前後14話がテレビ朝日系列で放送された、東映テレビ事業部制作のテレビ漫画なのでおます。アニメファンが言うところの、長浜ロマンロボシリーズと呼ばれる作品群の第一作で、アニメーション自体は、サンライズの前身である創映社や東北新社の協力によって制作され、巨大ロボットものにおける、様々なテンプレを消化した名作の一つなのでございます。そうだ、その通り。いわゆる、おもちゃを売るための反則ロボットアニメながら、おもちゃメーカーのデザインにより、アニメ本編のような合体機構を、おもちゃでも可能とした反則ロボットアニメの走りとも言われ、好評を博したことによって、これ以降の作品にも、この形式によって様々な作品が誕生したのよ。まあ素敵。ざっくりとしたストーリーは、キャンベル星人の地球侵略を予期していた南原博士は、超電磁エネルギーで動く巨大ロボット、コンバトラー V を建造。この巨大ロボットを動かすべく、全国から集めたよりすぐりの4人の若者と、孫娘の千鶴を含めたバトルチームを結成。毎回登場するキャンベル星人の先兵である奴隷獣を相手に、ドッタンバッタン大騒ぎするのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。コンバトラー V は、身長57メートル。体重550トン。巨体がうなるぞ空飛ぶぞ。てなエンディング曲で有名な巨大ロボットなんどすえ。全身に多数の武器を内蔵し、特に、超電磁ヨーヨーが受けが良かったものですな。何せ、コカ・コーラのロゴをつけたヨーヨー、ラッセルヨーヨーなんかが発売されて巷で流行してましたしね。超電磁スピンの場合は、当時の必殺技なんつったら、ライディーンのゴッドバードとか、アイゼンボーグ号のドリルとか、敵に突っ込む技が多かったもんで、あんまし新鮮味はなかったのですよ。残念無念冷やそうめん。バトルジェット、バトルクラッシャー、バトルタンク、バトルマリン、バトルクラフトという、5体のバトルマシンが合体することで完成するロボットでして。各バトルマシンには、それぞれ、喧嘩の強い熱血バカ、ニヒルな突っ込み役のスナイパー、夢見がちなデブ、ヒロインという名のエロ担当、生意気なクソガキの5人が乗り込み、5人の脳波が完全に同調、ロペットのコンバインオッケーという合図に続き、面々が、レーツ、コンバイーン、という、こっぱずかしい掛け声を上げることで合体するのが素敵、素敵すぎ。この作品のコンセプトを継承した後発の作品も、こっぱずかしいコスチュームを着用、こっぱずかしい掛け声を叫びながら戦うという部分が継承されたため、結果、巨大ロボットのパイロットに必要なのは、すなわち、メンタルの強さだと解釈する方々もいたそうな。そうだっけ？バトルクラッシャーは、バトルチームのナンバー2。何は重造が乗り込む、コンバトラー V の胸と両腕になる重爆撃機なんどすえ。射撃が得意なパイロットの成果は知らんけど、ロックファイター、エレクトロダートなど、射撃用の武装が多く、武装が集中しているコンバトラー V の腕部が使えるため火力も高く、合体後の火器完成も行うため、最重要ブロックとも言える機体なのだけれどもね。この手の機体にありがちな、コックピットが懲罰席的な位置にあるパティーン。アニメ本編での被弾率も高く、直撃を受けたようなシーンも多いのだけど、そのくらいでくたばるようなら、この手のロボットのパイロットは務まらないのよ初見さん。パイロットは何は重造。大阪出身の射撃の名手で、チームのサブリーダーも兼任する、いわゆる、クールでニヒルなナンバー2。射撃に関しては超一流で、戦闘能力も極めて高く、リーダーの青い龍馬が不在の場合は、彼に代わって戦闘指揮を取るなど有能なお方。中の人が、ゲッター2のパイロットであるジンハヤトの声を当てた。キートン山出しだったため、記憶正しいナンバー2と呼ぶべきお方なのだよ皆の衆。だが、しかーし、キートン山出しの関西弁は、なんだかとっても実際のイントネーションとは異なっている、エセ関西弁だったのですよ、わけわかめ。俺なんかは、大阪に住んでる親戚がいるので妙だと思ったのだけれどもね。大阪に行ったことがないが近所が、大阪の人はこんな風に喋るのだと勘違いしたのは語り草。うんにゃ。大阪の人の誰も彼もが関西弁を話すわけではないけども、実際、俺も大阪に遊びに行った時に、
大阪の人の言葉が全くわからず、外国のようだと思ったのは確かやね。アニメファンの考察では、なにわ十三はきつめの性格な上、スナイパー的な側面を持つため、わざとユーモラスに表現したのではないかと言われてたりもしたっけね。俺が思うに、イントネーションどころの問題ではなく、正確に関西弁を使っていたら、かえっていやあんな状況になっていたんじゃないかいな。つくづく、ジャリンコ知恵は偉大だなぁと思ったものでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1976年、ボピーから発売されたコンバトラー V の超合金は、当時のガキンチョの最優先アイテムとして君臨するも、その値段ゆえ、あるいはしつけの一環として、親に買ってもらえないケースが続出する。そんな中、近場で買えるバンダイ模型のカスタムシリーズは、ガキンチョの最後の希望として存在したという。キットの値段は800円。1994年頃に発売された記憶正しい再販版のキットだよん。ちなみに、初回発売は1976年。昭和で言ったら51年。値段は600円だったんだい。値段は、ちょっと前にヤフオクの過去画像で確認取りましたので間違いないとは思うのだけど、発売時期は、昔のことなんではっきりしないのが実情なのでございます。その、通り。バンダイ模型のキットの再販版でも、コレクターの方々に人気のゆえんは、当時と同様、金属製のゼンマイが付属するのが秀逸という見方が大なり。ゴム製のタイヤも、状態が良ければ使えるほどの優秀さ。実際、後発の昭和キットの再販版に金属製のゼンマイが付属するキットを、少なくとも、俺は知らないことや、先達の考察を鑑みても、この時期くらいにプラモデル用の金属製のゼンマイの生産が、限界を迎えたのだと見るべきかもしれんやね。キットは、ポピーさんから発売されていた、超合金の廉価版的な意味合いが強く、合体を売りにしていた、ビッグ、超電磁ロボ、コンバトラー V というプラモデルをバラ売りしたような仕様なので、当然ながら、5機を集めてコンバトラー V へ合体させるためのパーツとして存在するのよみなの衆。そのため、ゼンマイ走行ギミックは、内蔵するのではなく、外部にゼンマイボックスを設置して、プロポーションを崩さないようにしている点が秀逸。腕部がそのままついているため可動部分も多めで、肘などは二重関節を実装するも、へたるのも早いというおまけ付きだよコンチクショー。ここら辺は、以前作ってぶち壊しているからこそわかる部分なのだと言っとこう、丸。ポイントを述べれば、当時のキットにしては、拳の出来がかなり良さげなのだよね。この部分は、前腕にスプリングギミックの射出機構があるのだけどね。どういうわけか、スイッチなんてもんはございやせん。手首にあるパーツを引っ掛けているだけなので、飛ばす場合は、再び回して射出するというよも末な仕様なのですよん。だもんで、何かの拍子に飛び出す可能性があるのでね。射出ギミックをオミットするか、スイッチを自作するのも一向ですなそうですな。その他、両サイドのウィングは、基部が貧弱なので壊れやすいという厄介な仕様。色分けに使えるシールもついているけど、いやあんな感じなので普通に作るのならいらんよね。疾風怒涛の時代が来た。初回発売時には絶大な人気を誇り、多くのガキンチョがプラモデルを売っている店へと買いに走るも、あっという間に売り切れたという話は語り草。正直、地方は発売日もわからないし、わかっても、発売日通りに商品は来やしませんのであしからず。いずれにしても、この手の合体キットは、頭部から買うのが基本中の基本。頭部がなくてロボットが完成しないってのは、青島の合体マシンで痛いほどに経験しているもんで、まず、頭部になるバトルジェットから購入するのがセオリー。そんでもって、バトルジェットとも合体可能で、武器も多くて人気のあるバトルクラッシャーが2番人気だったのですよ。感動の嵐。でもね、まあ、なんだ。当時は、ヒロインの南原千鶴がすんげー人気があったので、バトルマリンを優先して買うマセガキ。もしくは、大きなお兄さんがいたのよね。こいつは、コンブイを見てるやつなら周知の事実だったりしたもんで、バトルマリンだけ持ってると、からかわれたりスケベ扱いされたのですよ。あいたたたー。ちなみに、コンバトラー V のカスタムシリーズは、バトルクラッシャーとバトルマリンが600円で、他のが500円だったと思う今日この頃。今でも激レアキットして超有名な、ビッグ、超電磁ロボ、コンバトラー V が2700円。このキットは、中身が若干異なる部分があるもんで、それがネックで再販されないとか言われてますな。知らんけど。中古市場でもバカ高いので、最近では、コレクター同士のトレードで入手するのが常らしい。まあね、下手に十数万円とか値段をつけたら、海外のコレクターが買っちまう可能性が高いからとかなんとか言われとります。ほんとかよ。当時としては、1個や2個ならともかくも、全部買ってもらったやつなんて、
全く見たことなんざございやせん。何せ、当時は兄弟が多いもんで、一人に買ってやると、他の兄弟にも買ってやらねばならぬのよね。だから基本的に、親は買ってくれませぬ。自分で買うには、ちょっとハードルが高かったもんで、そこら辺でジュースの瓶を拾うにしても、30円の保証金があるコカ・コーラの大瓶がない時期なので、効率が悪かったのは確かやね。なるへそなるへそ、全部で2700円ですかいな。そんなに金があるのなら、ポピニカのバトルマシンを1個買うのは当然だろうそうだろう。何せ、超合金のコンバトラー V は、絶大とも言えるほどにガキンチョに人気があったのでして。デパートに連れて行ってもらったガキが、一目散におもちゃ売り場に走って行って、超合金のショーケースに張り付くわけよな。ショーケースを汗や涙で汚した挙句、寝技に持ち込み、買ってー、とでもする奴が、親に蹴られたり、殴られたり、つねられたりしているのを、旗からよく見ていたものだけど、この方法で買ってもらえた奴を知りませぬ。思えば、昭和の親父は何でもかんでも、力技で直す習性があったりしたのよな。テレビが壊れたら殴って直そうとしやがるし、ガキンチョが言うこと聞かなくなったらね、舐められないよう、殴って親の威厳を示すのは当然の行為だったものよのう。まあ、殴られすぎてバカになった奴もいたけどね。俺も買ってと泣き叫んだら、聞いてた親父がシャドーボクシングを始めたんで、父ちゃん、ひよこ買ってー。なんつって、店先で売ってたカラーひよこで妥協したことがあったやね。そういや、こないだのカラーひよこネタで、カラーひよこを知らないなんて奴がいたけども、確かに、動物愛護の関係で、日本じゃもう見かけないですな。あれ、最初はすんげー綺麗なのだけど、しばらくしたら、まだらの気色悪い生物に変貌するのが玉に傷。なんつーか、カラースプレーとかで簡単に作れるのだけどもね、うまくやらないとひよこが弱ったり、すぐ死んじまったりするのよ、マイルやね。とにもかくにも、ポピーの超合金にしろ、バンダイ模型のカスタムシリーズにしろ、当時は、コンバトラー V になるまで集められず終わり、トラウマになって残った挙句、バンダイさんのおっさん向け高額商品に飛びつくような、いやあんな大人になっちまうのですよ、パないねー。当時の超合金とかのデザインが、これじゃないとかいう意見があるのだけども、あれはあれで人気だったのよな。もともと、村上氏のデザインが先にあるので、どっちかって言うと、おもちゃの方が元のデザインに近いのだよね。まあ、偶然が近所がデザインを見た際の評価が悪かったのと、あまりにも動かしにくいデザインだったので、安彦義和氏がデザインを修正したら、おもちゃの金型やらの手直しで、手間とコストがかかったという話があるんで、おもちゃを見れば、元のデザインが推察できるはずですな。ついでに言えば、ボルテス5以降は、ポピーから提出されたデザインに手を入れることは禁止され、これ以降は、パーツを追加しただけでも、俺のデザインに手を加えるなと怒られるもんで、ゴッドマーズみてえに作画しにくいロボットなどは、あえて動かさない演出などが生まれたものなのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、めんどくせー。次回のキットは、これだ。